もう長いの、はい、行きますか。はい、はいね、おお、これを全部言うってことですね。つなげて。いや、全然俺は大丈夫だよ。でもさ、このさ、すごい、すごい、この可愛い顔のゆもくんが言うと変わりそうだよね。はい、ね、どうせ俺が鳥にされるんだから、もう先に言ってくださいね、ゆもくん。それ、あの、目の前で見たかったら、こっち側から見せてもあ、そうですね。あ、我々ですか？女性陣がね、結構見てたよ。その方がちょっと緊張させられるんですよ。ね、まさか。毎回はこんなことやってるんですよ。結構しんどいんですよ。今。あのね。次。はい。行きますか。目の前に行きましょう。ちっと。目の前にいるんですよね。ね、はい。ね。楽しみですね、これ。心の準備できましたら、どうぞ。わかりました。準備をします。すげー見てるじゃん。怖い。強いですね。女性怖い。おですか。ね、森さん塾ですよ。だから塾って言われてるの。こうやってみんなでね、教えてあげるからね。だから。いける？はい。いきますか。はい。じゃあいきますよ。本番まで3、2、1。今すぐ付き合ってほしい。イエスの返事しかしないから。ここで嫌われてもいいほど。お前のことを愛してる。お前がそばにいない人生なんて考えられない。ね、これ歌詞みたいになっちゃったね。うん、こんな感じですね。はいね。大丈夫？目が開いてた。開いてました。すっごい開いてました。開いてました。本当でした。やっと目を見れました。やっと。なるほどね。ありがとうございます。ありがとうございました。ね、皆さんね。どうも。もう俺さっさとやっちゃおうかな。さっさとやっちゃおうかな。一応ちょっとね、才能意地があるんで前で見るんかい。カチンコ、カチンコだけ鳴らしてもらっていいですか。はい、あの本番まで3、2、1って俺が良きって言ったら大丈夫です。ちょっと僕のセリフに変えていいですか。はい、さすがっす。はい、大丈夫ですよ。じゃあ本番まで3、2、1パンってやってもらっていいですか。はい、本番まで3、2、1。今すぐ付き合ってほしい。イエスの返事しかいらないから。ここで嫌われてもいいほどお前のことを愛してる。お前がそばにいない人生なんて考えられないから。って感じですか。こんな感じですか。はい、一応役者魂ですね。はい、こんなセリフ何回も言わされるんだから。マジで。はい、ということでですね、森田塾です。まあ、みんな僕って。はい、こんな感じで森田塾やってまーすね。はい、こんな感じですよ。まあ、恥ずかしいでしょ。恥ずかしいでしょ。結構恥ずかしいでしょ。でもね、いや、でもね、これをやるとね、やっぱりね、ファンの方とか、あの、視聴者が喜んでくれるんですよね。はい、ということでですね、はい、ね、聞きました。ドアップのユモさん、ユモさん頑張れ、ユニシャンの方ですね。はい、ユモさんに誠実感があってよかったよって言ってますよ。スターが来るんですね、チャリって言ってね。だってセリフがそうじゃんね、チャラい感じじゃんね。今チャラくなかったんだよ。チャラかった、チャラかった、チャラかった。すごいくだよ。そうそうですね、実はですね、もう時間は30分なんですけども、ちょっとね、あの、もう過ぎちゃってるんですけど、そろそろですね、これね、あの、楽しんでいただけたと思いますのでね、森田塾ね、ぜひ、あのね、あの、告知の方をして、これで、あの、クルーズ TV の方をね、終わらせていただこうと思います。皆さんね、森田塾ね、よくよくやってるんで、見てくださいね。ということで、あ、ブチコーナー。はい、じゃあ、一番最初からさんか。はい。前の方でこちらに向けてしていただければと思います。はい、座って顔でも。はい、こちらですね。はい、どうぞ。はい、マオです。はい、お台場レトロファッションコンテストのオーディションに参加してます。
アップライブで公式で配信してるので、よかったら見に来てください。はい、どうぞよろしくお願いいたします。で、まあ、ツイッターとかインスタグラムやってるんだっけ。はい、ツイッターやってます、はい、これもちょっと言っといた方がいいんじゃないかな。はい、ツイッターのアカウント名は パピヨン131です。はい、モデル、グラビア、お笑い、エキストラ、何でも待ってます。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、続きましてあります。行こうかな。はい、杉浦レモンです。役者と、5月からグラビアも挑戦しております。今はミストースポー19の候補生とモグラ女子を探そうに選考中です。インスタグラムでは、アンダーバーブルーアンダーバーレモンアンダーバー S でやってますので、ぜひチェックしてみてください。結構面白い画像なども載せております。お相撲大好きです。どすこい。はい、よろしくお願いいたします。レモンさんですねみんな俺も今日初めて知ったんだけど、モグラ女子っていうのはモデルとグラビアをやってる人らしいです。僕はね初めて知った。もうこれから使っていこうと思います。よろしくお願いします。はいね、ぜひねチェックしてあげてください。よろしくお願いします。じゃあ続きましてゆうもくん。はい、はい、ゆうもです。はい、演歌やバラードを中心に歌っております。はい、ミュージシャンですね。はい、時々ライブをするので、ツイッター、一応アカウントが長いんですけども、これです。あ、イモとカタカナで調べていただいても出ると思います。そうですね、そっちの方がいいかもしれないね。そうですね、長いから、はい、まあライブするときは載せると思うのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたしまーす。インスタもやっております。何？インスタもやっております。はい、ぜひ、ね、お願いしまーす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、最後僕からの告知をさせていただこうの、というかね、ね、クルーズ TV と僕からですね、はい、お知らせですね。クルーズ TV、こんな感じでやってます。ゆるい感じでやってますね。こちら、ツイッターしていただければ、ツイッターで、ね、フォローしていただければですね、その日誰が出るのかとか、すぐわかりますのでね、告知の方何回も何回もね、しますのでね、ぜひぜひ、そちらの方をね、ご覧になっていただけることができるので、こちらの方を、フォローいただければと思います。結構ね、観覧も無料なので、ね、結構最近よくいらしてくれてる方もいらっしゃるので、もしね、よかったら皆さんも観覧無料なので来ていただいて、出演者の皆さんに会えたりとかするんでね、ぜひぜひお気軽にお越しください。よろしくお願いいたします。はい、そして僕ですね、普段俳優やってます、森田武宏と言います。武宏アンダーバー森田っていう名前でやってます。こちらがですね、こちらで調べていただくとツイッターの方出てきますね。いろいろね、今、ね、先ほどもありましたけど、ダブルエクスタシーっていう作品だったりとか、家政婦は見た、だったりとか、いろんな、ね、作品に出させていただいております。これからですね、皆様のお目にかかることも増えてくるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひぜひ僕のこともチェックしておいていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、これでブレイクしたしですね、来年の2019年1月8日8日ですねに、発売になりますので、ぜひみんな買っていただければ、僕一生懸命、演技してます。かっこいいね刑事をやってますのでね、ぜひぜひ皆さんね、あれしていただければ、チェックしていただければと思います。それにね、映画もね、あと何本かねお話もらってたりとかもするのでね、ぜひこの後もね僕のことを応援してくれればと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、本日の、クルーズ TV これで終了とさせていただこうと思うんですけれども、皆さんどう、大丈夫、言い残したことない？あ、私、俺ライブあるんだったのかない、大丈夫うん、大丈夫、ついつい撮影会があるのに私言ってないわみたいな、大丈夫、撮影会あります。はい、それ言いなさいよはい、言いなさい、言いなさい、はい、来週、ちょっと来月の、うん、1週目の、うん、日曜日ね。日曜日ね。来月の、1週目の日曜日ですね。2回目ついたね、はい、告知してるんでよろしくお願いします。あと、そうだ、忘れてた、ゆまくん、あ、歌ってもらおうか。そうです。そうね。はいね。これ忘れてましたね。はい。忘れた。たまに忘れるんだ、俺。ごめんね。はい、じゃあ前に来ていただいて、フレーズだけ歌っていただこうと思います。すいません。はい。はい。こちらで。なんだっけ？
ルテンのルテンの言葉という曲です。曲ですね、はい、はい、じゃあちょっとワンフレーズだけ歌ってもらうと思います。はい、はい、はい、アカペラになるんですけど大丈夫ですか？大丈夫です。はい、じゃあ行きましょう、はい、3、2、1とかいる？あ、お願いします。はい、じゃあ3、2、1、9恨みつらみはさらさらないわ、あの子泣かせて国を出た。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ゴリゴリの演歌だね、本当に。すげー勝てて、ビブラート拳がすげー勝ったな。はい、じゃあ戻ってもらって、はい、こんな感じでね、はい、やってるみたいなんで、皆さんね、ゆうまくんのことチェックしておいてあげてください。よろしくお願いいたします。ということでですね、そろそろですね、クールビビの方こちらで終了とさせていただこうと思います。次回の放送がですね、今度木曜日ですね、11月1日の木曜日になります。次回のゲストは、前ね、台風の時にね、2人で配信した阿部さんとかね、あと、あやのんとかね、いろいろ来てくれるのでね、ぜひぜひ皆さんね、チェックして、また遊びに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ね、皆さんもね、もしよかったら、ぜひぜひまた遊びに来ていただければと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、ごめんね。はい、ということでですね、そろそろ、フルスティーの方を終わりにさせていただこうと思います。じゃあ次回ですね、また、皆さんね、会いに来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では皆さん、バイバイ、バイバイ、またねー、また来週また今度、次の次回ですね。